はい、こんにちは。JR 国分寺駅南口徒歩2分のところにあります、額縁と洋画材料専門店、次男画房2代目店主、長谷川です。いつも頭に手ぬぐい巻いております。ですね、今日は、オリジンというメーカーさんのですね、アルフレームという組み立て式のアルミの仮縁があるんですけども、そちらの仮縁のシリーズの中で CD ラインっていうシリーズがあるんですけど、こちらのですね、ちょっと組み立てがやってみようかなと思って、簡単に動画に撮ってみようかと思います。種類がね、いろいろあるんで、ちょっと CD ラインの他にも C ラインとかですね、シリーズありますんで、まあ、この動画に関しては CD ラインって、CD56 とかでね、CD44 とか、そういう品番の商品ですね。はい。こういう細長い箱にね、はい、組み立て式なんで入ってるんですけども、これ開けてもらうと、まあ、大体額縁、長方形が多いと思うんでね、こういう感じで。長い長辺の、やつが2本と、短辺、短い辺のやつが2本と、計ね、4辺入ってると思います。でですね、組み立てる際は、まず角をね、組み立てていきます。付属のね、金具が、こういったね、小箱の中に入ってると思いますんでね。これを開けていただくと、まあ、説明書。あとこれ、釣り金具のね、ヒートンですね。あとこれが作品をね、固定する際に使うプラスチックの、付属品。あと額縁を組み立てる際に、コーナーにね、差し込む、コーナーの金具。これが4つ角分4組入ってます。でですね、この CD ラインに関してはこういった形の金具が入ってるんですけど、まずここにネジがね、2つついてるんで、これをギリギリまで、この金具からネジが外れるか外れないかのギリギリのところまでね、ちょっと緩めていただきます。緩めます。ほんと、ギリギリ外れるか外れないかぐらいのところまで緩めます。緩めましたら、これがね、仮縁のフレームになるんですけども、これ絵を入れて正面になる方がどっちになるかちょっと確認していただいて、で、角にこういう感じでですね、差し込み、さっきのこれをね、差し込むようになってるんですけども、ここの角度が斜めになってるんで、その角度と、この金具の角度、ここの角度ね、分かります？ここの角度と、ここの角度が合うように入れてもらうんですけど、溝がまあいろいろちょっとあるんで、どこに入れるのかなって分かりにくいかもしれませんけど、この溝ですね、この溝。ここに、ポッと、分かります？ポッと入れます。そして、さっきギリギリまでね、緩めたネジを、締めてもらいます。ちょっとやりにくい。これね、ちょっと一人で撮ってるからね、なかなか。はい、締めていきます。で、あんまりここでね、一気にギュッと締めないで、まあ、ある程度、緩い感じでね、締めてもらって、そうすると、こんなことになりますね。で、今ね、長い辺の方にはめたんで、今度、こちらに短い辺を、さっきと同じように、ね、差し込む向きに気をつけながら、これもやっぱりね、差し込んでいきます。ちょっとね、入りづらいことあるかもしれませんけど、よっと、
ね、こういう感じで入りました。そしたら先ほどと同じようにこのね角度のつなぎ目のとこちょっと気をつけながらネジをやっぱり締めていきます。最近ね、よいしょ、はい、である程度締まったらですね、よいしょ、このね、表から見て隙間がちゃんと開かないようにですね気をつけながら、まだねしっかり締めてないところをねしっかり締めていきます。というかね、本当はこれある程度締めると、まだ最後ギュギュッと締めないで、で一箇所決まったらこの同じ作業を繰り返して後の3つの角もやってもらうと、四角くね組み立てられます。ちょっとね動画がめちゃくちゃですけど、この繰り返しで、こちらね組み立てていく感じになります。お分かりいただけましたでしょうか。詳しくはね説明書じっくり読んでみてください。でですね、あともう1点、これはまあ組み立て型なんですけど、あと補足のこのプラスチックのやつね、これ作品をセットするために使うやつなんですけど、ちょっと今仮に、難しいんですよねこれね説明が、なんつってやったらいいかな、ここにこのこれをここに引っ掛けつつパチンと、ね、これで固定されてます。そしたらあともう一つ、もう一つ形の違うね、もう一種類プラスチックの形入ってると思うんですけど、これをですねこの、溝に合わせて、ここの溝があるんですよ、わかります、この溝、ここにですね合わせてカチカチッ入れる。まあこれキャンバスセットしてからこれはね入れるんですけどね、ちょっとまあ分かりにくいと思いますけど、簡単な動画ですいません。非常にざっくりとした説明で、評価が悪いかもしれませんけど、よろしくお願いします。はい、学部地は次男ガボの長谷川でした。ありがとうございました。